アーカンソー大学は、米国アーカンソー州フェイエットビルに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1871年に設置された。校訓は、ベラターテ・ドゥーチェ・プログレディ。1862年に農業を呼び、工業技術開発の促進のために、州が、公有地を大学敷地として許容する、モリル・ランド・グラント法が成立し、 その法律の下でエヴァン・ベントレー教が設立した。よって創設当時の大学名はアーカンソー産業大学のサウスイースタンカンファレンスに属している。アーカンソー大学は大学スポーツの名門として知られ、特に陸上競技では名門中の名門である。アーカンソー大学はサウスイースタンカンファレンスの中で最も多くの全米チャンピオンのタイトルを取っており、 アーカンソー大学より多く全米チャンピオンのタイトルを取っているのは全米でも UCLA、南カリフォルニア大学、スタンフォード大学、オクラホマ州立大学の4校だけである。レーザーバックスタジアムアーカンソー大学のアメリカンフットボールチームは NCAA のディビジョン I のサウスイースタンカンファレンスに属しており、過去3度サウスイースタンカンファレンスのチャンピオンシップゲームに出場している。 現在のヘッドコーチはボビー・ペトリーノである。ホームスタジアムは7万2二千人収容のドナルド・レイノルズ・レーザーバックスタジアムとウォーメモリアルスタジアムの2つである。同じサウスイースタンカンファレンスに属している LSU とはライバル関係にあり、毎年感謝最後にする試合は CBS でテレビ中継されることになっている。この試合の勝者は十四カラットの金でできた。 トロフィーを手にする。また、定期的に試合は行われないものの以前同じ、カンファレンスに属していたテキサス大学とも、ライバル関係にある。現在、オークランドレーダースでプレーするダレン・マクファデン、ダラスカウ・ボーイズのフェリックス・ジョーンズなどが所属していた。ダレン・マクファデン、フェリックス・ジョーンズともに、アーリーエントリーという制度を使い2008年の NFL ドラフトにエントリーし、二人とも1巡目で、 指名されている。ダレン・マクファデンは2006年、2007年にドーク・ウォーカー賞を受賞している。しかしハイズマン賞の選考では2006年はトロイ・スミス、2007年はティム・ティーボーに敗れて受賞はならなかった。フェリックス・ジョーンズ、ダレン・マクファデンが抜けて以降チームの成績は振るわず、現在就任2年目のボビー・ペトリーノの元チームの再建が進められている。 ホームスタジアムは19368人収容のバッド・ウォルトン・アレーナである。1986年から2002年にかけてアーカンソー大学はバスケットボールの競合として知られ、17シーズンで13度 NCAA トーナメントに出場している。1994年にはナショナルチャンピオンに輝いている。しかしその後成績は低迷し、現在は 就任2年目のジョンペルフリーの元チームの再建に取り組んでいる。アーカンソーの野球チームはダイヤモンドホックスと呼ばれている。2004年と2009年にはカレッジワールドシリーズに出場しており、2009年には全米3位になっている。過去37人のメジャーリーガーを輩出しており、ニューヨークヤンキースのエリック・ヒンスキー、フィラデルフィア・フィリーズのクリフリーなどがいる。 アーカンソー大学は陸上競技の競合として知られており、過去42回にわたり全米チャンピオンとなっている。男子陸上チームは1992年から1999年にかけて8連覇するなど、全米チャンピオンに計12度輝いている。また、インドアでは1984年から1995年の12連覇を含み、 1984年から2009年の全26シーズンで計19度全米チャンピオンに輝いている。なお、2007年世界陸上競技選手権大会などで活躍した陸上競技選手の体操芸、ベロニカ・キャンベルはアーカンソー大学の卒業生である。アーカンソー大学は全米大学の中でも数少ない体操チームを持つ大学であり、チームは ジムバックスの愛称で親しまれている。2009年シーズンは13人がロスター登録されており、2009から2010のプレシーズンランキングは全米8位である。ホームゲームはキャンパス内のバーンヒルアリーナで行われる。なお在学生はホームゲームを無料で観戦できる。この大学は9つ学部で構成されている。J.William Full Bright d o w 共和国大統領、リチャード・マルティネ・リダレン・マクファーテンスポーツ選手、編集その他の著名人、編集、ありがとうございます。